夢を見ていた。君と出会った高校2年の日。神父様のお色直しが済みましたら、またお声掛けさせていただきます。ですか。神道様、神父様がお呼びです。おったく何企んでんだか。高校の頃から変わっちゃいね。そんな深く脳裏に刻まれるほどの。まだ俺は夢を見ているのか。好きだよ。好きよ。好き。四つ葉、任せて。今日もお前たちのおかげで大勝利だ。特に四つ葉、ここ最近お前らも四つ葉をお手本にしてしっかり練習するんだぞ。お手本。お母さんにプレゼントあげるんだ。病気が治ったお祝い。ああ、お母さん、どんなお花プレゼントしたら喜んでくれるかな。ば、いくらあったっけ。お財布落としたかも。私もっと奥探してくる。四つ葉。ごめんみんな、私のせいで。みんな代わりってわけじゃないんだけど、そこで綺麗なお花を見つけたんだ。私たちも見つけてたんだ。このお花、やっぱ五つ子だね。お母さんおめでとう。元気になってよかったね。私にとっては、あなたたち5人が健康に過ごしてくれる。一通り済ませたし帰ろっか。まさか。しかはしばらく学校をお休みするんですよね。映画の撮影が入ったからね。まさかここに戻ってくるとはね。引っ越して半年で立ち退き、ずっと掃除してくれてたのかも。やっぱ広くていいね。失礼しました。失礼しました。あ、いつき。学級長中心でいろいろ決めてくれってさ。あれ、学級長という。唐揚げにフランクフルト、ジャガバターもいいよね。すみません。いつきは食いつくと思ったのにな。お取り込み中すみません。学園祭の屋台のこと。あいつはあいつの夢を叶えたわけだ。いつきも教師を目指すとか、分不相な夢。突然ですね。待たせたな。去年の屋台のデータを聞き込みに回る。最後の学校行事だ。無駄になんかしない。やるからには徹底的に楽しむとき。はい、任せてください。私はたこ焼きに一票。こういうのは木を狙わない方がいいのよ。他にあるか。たい焼きやりたい。去年までのデータにはないですね。だがありか。今日はこれまで。後日また話し合おう。お客さん来るかな。うわ、素敵です。指定の場所ならポスター。親戚に招待状送りたいんだけど。ご用意してます。招待状。あんた調理係する気。外からもお客さんが来るのよ。下手したら。もちろんよ。私と一緒に作れば万に一つにも失敗はないわ。1ミリも悔いの残らない学園祭にしましょう。わざわざ勉強を教えに来てもらってなんだけど、大学入試は大丈夫。やめろ、見るな。これだけは見られたくない。ああ、はいはい。みんなをちゃんとよろしくね。ここが正念場だよ。心配ないさ。いい加減諦めなさい、男子。お前ら女子こそ諦めろ。ね、ニノさん。ニノちゃんパンケーキ好きって言ってたじゃん。なんでそっちの味方するの。それと食べるのと作るのでは話が別。そのふわふわのスフレパンケーキ。風太郎のお母さんがよくパンを作ってくれたんだって。あれこそふわふわだった。まだたこ焼きの方がイージーね。屋台ならなおさら。だからって。いや、それならいいんだ。まあ今いろいろ忙しいが、せっかくの学園祭。風太郎。ん？なんだミク。学園祭の前に言っておきたいことがあって。大学の入試判定 A だったらしいな。やったじゃねえか。あのさ風太郎。ん？付き合ってよ。
あれ、ニノも今帰りですか？そうね、一緒に帰る人を探してるとこ。あの、ニノは入試判定どうでしたか？思ったほど悪くなかったわ。どうしましょう、ニノ。全力で取り組んでいるはずなのに。落ち着きなさい。取り乱してしまいすみません。 いえ、そういう意味ではなく、これ以上お父さんに心配をかけたくないんです。あの花は間違いなくお父さんです。直接何かをしてもらったこと、塾でお世話になってる先生に相談してみます。それに近日。ニノ、この前言われた招待状用意してるけど。やっぱやめとくわ。どうせ来るはずない。家にだってほとんど姿を見せずに、いっつも陰で。要するにニノが男子組の中にいるのはおかしい。あんな媚びを売って。私に勝ち目ないよ。さくら、元気出して。学級長は中立の立場のため、どちらにも投票できないんだ。好きだからな。だから仲良くしてやってくれ。陰でこそこそも悪くないと思うな。と何か理由があるんだよ。四つ葉、招待状の文面は一緒に考えて。いい情報を知らせに来てやったのによ。あいつが来てるぜ。この後ろにいるのがサンちゃんです。さて、皆さんに問題です。当ててあげたい。正解。似てるのも当然で。風太郎。風太郎、私料理の勉強したい。お前が決めたのなら応援するぞ。何が正解かわからない。でも、もう自分の夢に進みたくて仕方ない。このタイミングでミクがなぜこんな話をしたの。俺の伝えなければいけないことは。こちらです。四つ葉が上杉君に渡した覚えがないというの。お前こんなことしてていいのか。聞いたぞ判定。これで落ちたら俺のやってきたことが無意味になっちまうからな。それは違いますよ。私たちの関係はすでに家庭教師と生徒という枠だけでは語ることができ、この学校に来なかったあなたと出会わなければなんて後悔することはないでしょう。次は俺の番だ。第29回旭高校日の出祭り開会式を執り行います。